今日は皆様にご報告があります。私たち今回の動画をもちまして、このヒュースターチャンネルを卒業することになりました。今まで見てくれた方々本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。どうしようこれ、このまま終わる？いいんじゃね？いいか、いいのこんなんで。頭下げてるだけでね、終われるならいいんじゃない？そうか。でも一応さ、ギャラもらってるから話しとかないといけないじゃん。話す？うん、ちょっと顔上げようか。せーの、はいはいはい、ということで話してこっか、思い出話コントみたいなことしましたけど、いやーい。なんか思い出に残ってることとかある？最初は綺麗なスタジオで観葉植物とか回りながらの撮影だったんですけど ねここから始まり、うん、しかも松と初めましてだったから、初めましてだったね。そうそう、え、でも会ったことなかったから、会ったことなかったから、え、どう印象とか初めの、え、なんかすごいおとなしいな、ザ声優だなみたいな感じで思ってたけど、全然ね、え衝撃だけど、あのオーディションの時の金髪、うん、想像できない、金髪はね、あれはね、やばい、自分でもあれはやばいと思う、よくあのプリンでオーディション受けたなって思う。でも千吉は逆にもっと清楚系のお姉さんだと思ってたんだけど、全然違う。いや、清楚系のお姉さんです。ある動画でしゃがみながらそういうこともあるよね。イヤホンガンガンゲームじゃなかった？そう、ね、言ってたよね。それは言ってたと思ったから。言ってないよ。あ、言ったと思ったから。違う、うんちって言ってない。うんちか、うんちか。どんな話してんのこれ、卒業なんだよこれで。でも残ってることある印象に、逆再生チャレンジとか、あれはひどかったね。あれひどかったね。もうずっと笑ってたし、うん、笑っちゃいけないっていうルールだったから、しかもその冒頭が動画では短く収まってるんですけど、ね、そう、ほんと長かった、ね、長いの、ほんとにもう笑いが収まらなくて、そうそうそう、笑わないって言われると笑いたくなっちゃう。でも最終的にはね、うん、チャレンジ成功したから、そうよかったよかった。無茶ぶりとかも多かったよね。多かった。あの女性の大石さんっていう方、あ、言っちゃったよ。ふわふわした感じでめっちゃ無茶ぶりしてきて、そうなんですよ、恐ろしい人って思いました。罰ゲームとかもね、もうね、ほんとに髪の毛のやつとかね、抱えてますよ、抱えてますよ、いけますよってね、すごいいっぱい指示してくださってね。そうそうね、濃かったです、濃かったです。あれ YouTube はもともとやってたの、うんうん、ちょっとだけやったことあって、うん、でもこれ2回目だから、あんまり慣れてるってわけではなかったけど、うん、台本があるけど台本に沿ってやるだけじゃなくて、脱線したりとか、いろんな話を広げていくっていう能力がヒュースターって成長したかなって思うのと、あと視聴者の方がね、質問くれたり、 YouTube 撮ってる時もヒューマンアカデミーで縦の授業やってたので、その授業の同じ子がヒュースター見たよって言ってくれて、すごく嬉しかったですね、うん、実際にね声聞けるのいいよね。そうそうそう、うん、視聴者さんのコメントを返す回もあったじゃない、うんうんうん、ああいうのね、あ、ちゃんと見て参考にしてくれる方がいるんだなっていうので、そうだね、ちゃんとしたこと伝えなきゃすごい思ったし、でも私もオーディションって結構私にとっては事務所に入るためのオーディションは結構昔だなと思ってたんだけど、うん、今にも生きている思考とかはあるから、どういう自己分析をするべきなのかとかは、どの分野行ったとしても必要になってくるし、自己分析っていうの大事だと思うから、私も発信しつつ学べたなと思った、うん、自分でさ喋ってて、自分ってこう思ってたんだって思うことが撮影の時にすごいあって、本心からここで喋れてる感じがして、自分の成長にもつながったし、視聴者の皆さんとこう関わる機会もあったので、よかったな、ここに来れてって思った。はい、ということで最後にね、千吉と私から最後の挨拶とかねしたいと思います。じゃあまずは千吉からどうぞ。まあ、このチャンネルを見てくれてる方は、声優になりたいんや目指してるといった、初めてのねステップで見てもらってると思うので、うん、その挑戦をしてくれただけでもすごいと思う、うん、からその挑戦に向かって私もいろいろ挑戦していくから頑張ろうね、一緒に、イエーイイエーイ、終わり大丈夫、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。皆さんを卒業おめでとうございます、お疲れ様でした。ありがとうございます、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗すごい、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、じゃあ私からもちょっとねご挨拶させていただきます、うん、まずは視聴者の皆様、ヒュースターチャンネルを、見てくれて本当にありがとうございます。はい、コメントとかねくれて、私も
なんだろう、視聴者の皆さんから元気をもらうというか、こうなんだろう、この YouTube を頑張ろうっていう気持ちにさせてくれる存在なので、あの多分このチャンネル見てくれてる方は声優さんになりたいっていう方がね、ほとんどの方だと思うので、本当に本当にめちゃくちゃ応援してます。私もね、ちょっと次のステップで本当に進めるように頑張っていきたいと思いますので、一緒にこうね、お芝居の道をね、極めていきましょう。皆さん本当に見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。みんなも頑張ろうね。頑張ろう。楽しかった。バイバイ。ありがとう。イエーイ。バイバーイ。綺麗。イエーイ。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。学校資料請求は概要欄からお願いします。今まで本当にありがとうございました。応援してくれて